今日は2023年4月2日、年度が変わる4月、4月に入りまして、寒いなっていう日は過ぎて、掛け布団もまあ1枚減らしてみたりとか、だんだんと暖かくなっていることを実感する日々ですが、まあ全くこれといって話すこともなく、何を話そうかとずっと悩んでいたんですが、まあ昨日は4月1日エイプリルフールというところで、まあ世の中いろいろと趣向を凝らして面白い嘘をつこうとしている方が多くいたようですけれども、昔だとよくゲームとかのメーカーがそういった嘘のゲーム開発しましたみたいな、そういうのをよく見てはいたんですが、まあこの最近ゲーム自体から少し離れていてというか、まあもっぱらやっているとしたらスマホゲームのヘブンバーンズレッドか、まああるいはニケですかね、そういったものをよく今プレイして毎日ログインしてみたいなのを続けてはいる感じですが、据え置きのゲーム機とかパソコンのゲームとかそういったところはしばらく触ってないですね。でスマホゲームもそう、せいぜい1時間、まあ長くても2時間とかそんなもんで、その日やるべきことってのが終わるので長時間やっているということもないんですけれども、その分じゃあ他にどういったところに時間を今割り振ってるかというと、まあやはりこの YouTube、 そちらを見ることも多くで、中でもそうですね、近年非常に規模が大きくなってきている VTuber などの放送ですとか、そういったものを見ることが多くなってきています。で昨日のそのエイプリルフールのネタとしても、いろいろな方がまあネタを提供してくれていて、まあ今一番見てるのはホロライブ、先日上場もしたということでなかなか話題にこと書かないホロライブの VTuber の方々ですね。まあその中で、一番印象に残ったのはやはりというか、まあ先日ザ・ファースト・テイクにも出演された星町彗星さん、こちらのエイプリルフールのネタということで、スーパーアイドルコメットちゃんみたいな、まあそんな形で1日限定なのか、普段はまあ割とクールめの感じで配信スタイルなどはやっているのが、もう本当にこうゆるふわな感じのキャラになりきってというか、憑依されてなんですかね、なんか3月31日の夜0時間際になんか UFO が見えるんだけどみたいな謎のつぶやきがあり、で日が変わってすぐにツイッターの方ではアイコンやら名前やらがスーパーアイドルコメットちゃんというふうに変わって、でなかなか力を入れた準備をされていたようで、立ち絵とかもそれ専用で作っているばかりか、それに加えてなんと CD まで販売するというところまで作り込んできた、なかなかな、それは本当にエイプリルフールのネタなのかどうなのかというところまでもはや企画をやられていた感じでしたね。まあそのスーパーアイドルコメットちゃんの、楽曲というのは、まあ一つはスイちゃんのメンテナンスソングですか、というのはまあネット上でも配信されて聞くこともできるし、モーラとかいい音響とかそういったネット上で購入できる音源販売サイトとかでも購入はできるみたいですが、ただそれと同じく作られたらしいもう一つの楽曲、心ういという、まあ、そんな名前の楽曲があるらしく、そちらはネット配信されないんですよ。でこのために作った CD、 それにだけ収録されてますなんてことを言うもんだから、そうかい、じゃあ買うしかねえなと注文をしたり、なかなかそう自分の中でそういった CD やらブルーレイやら
そういったものを買うことってあんまりないんですけど、まあ、この星町水星さんの CD やら、まあ、ライブブルーレイですとか、そういったものは、まあ、応援するという意味も込めて購入している感じではあります。まあ、より応援するんであれば、そういったなんだ、YouTube とかで、まあ、スーパーチャットですか、投げ銭みたいな、そういうものを使って応援するというのが、手っ取り早いような気もするんだけれども、なかなかそこまで実体の、こう、ないものというか、そういったものにお金を投げるのがまだ、今まで自分の中にそういった文化がないので、まあ、ちゃんとこう、目の前に物として届くようなものにお金を払って、という形での応援をしていっている、といった感じですね。そう、まあ、いろいろな方々、VTuber いらっしゃいますけど、今のところ一番そういった形で応援しているのは星町水星さんですね。理由はまあいくつかありますけど、まずイメージカラーが青だというところがでかいですかね。自分は青好きなんで。というのと、あと最初に知ったきっかけがテトリスの動画みたいなやつで、まあ、自分はあのパズルゲームもそこそこやっていた時期もありまして、ぷよぷよとかテトリスとか、まあそれこそ昔はテトリスのなんだ路上で、もう10年20年前、20年はいかないか前の話ですけど、秋葉原の路上でプレイステーション版のなんかテトリスのカードキャプターさくらとコラボしたテトリスゲームがプレイステーションで出るとかだったかな。で、その反則販売促進として路上でテトリス大会みたいな、大会じゃないかな、テトリスのプロと勝負してプレイステーションをゲットしようみたいな、なんかそういうのがあって、でまあ普通に道を歩いてる人どうですかみたいな感じで、まあ何のためにそんなことをやってんのかもよく分かんなかったんだけど、普通にプレイステーションとディスプレイとあって、でコントローラーがあって、で自称テトリスのプロという方がその対戦相手として控えているといった、そんな場面に出くわしまして、でまあそのまあ2名3名くらいその対戦としてやってるのを見て、これなら勝てるかなみたいに思って、じゃあちょっと参加させてくださいって言って、はいいいっすよみたいな、で気軽に参加して、でまあ対戦形式で、まあ、若干特殊な感じだったんですけど、アイテムがあって敵に攻撃することができるみたいな、そういった変則テトリスではあったんですけど、まあベースはあくまでもテトリス、ラインを消して、で消した時にアイテムもまとめて消すと特殊効果が得られるみたいな、見える範囲が狭まったりとか、なんか変なブロックを送り込んだりみたいな、そういったものもあったり、あと操作が逆になるとかもあったかな。うん。まあそんないろんな効果があったりするんですけど、まあそういった効果がうまい具合噛み合ったのかもしれませんが、無事勝利して、プレイステーション本体をゲット。プレステ1だったかな ?PS1 っていうやつありましたよね。それをゲットするなんていうこともあったり。また他の大会、そうですね、テトリスオンラインっていうのがあって、テトリスオンラインというものの大会というのが、まあ一度だけあったのかな。まあそこに参加してみたり。で、そこでまあ結構いいとこまで進んで、まあそれくらいテトリスは、まあそれなりに自信はあったんだけど、まあただ世の中のこうネット環境が非常に発達してきてからはいろいろな方のテクニックとかそういったものが共有され始め、でそれを身につける人が多く現れ始め、凄まじい進歩を遂げている中、そんな中で星町水星さんのテトリスというので、まあ、近年だとテトリス99、任天堂スイッチのテトリス99の映像というのが多くありますが、まあ、それより前の動画とか配信とかそういうのではテトリスオンライン
ベースにしたものっていうのがよく使われていたのを見ています。で、テトリスオンラインとスイッチのテトリス99ってだいぶゲーム性が違うというか、操作性が違うというか、ある意味任天堂スイッチのテトリス99って誰でも等しく同じような操作体験になるように、操作部分に関して一切手を入れることはできないような作りだと思うんですけれども、テトリスオンラインというのがまあ PC 版とかであって、そちらはもう成長させることができるんですよね。例えばテトリミノ、あのテトリスのブロック4つ1セットのブロックのことですけれども、そいつを横移動させる速度をスピードアップさせたり、あるいは下に落下させる速度っていうのを増加させたりとか、そういったところでカスタマイズができるような作りだったりするんですよね。で、それがあるがゆえに非常にゲーム速度が速い。で、その速度にまあ自分は追いつけなくて、なかなかこう、脳が最適化されない、手が最適化されない、テトリミノの最適化のところでどうしてもつまずいてしまう。なかなか上位の方にまで食い込むことが難しくなってしまったんですが、ちなみに大会の時はそんな出始めだったんで、そこまでのもんではなかったんですけど、さまざまなテトリスを目にしてきた自分の目から見て、そのテトリスオンライン時代のミノの置き方っていうのを見る限り、まあ相当すごいですね。確かにそこら辺にいるテトリスで遊ぼうって言ってきたようなレベルの人だったらもう一切寄せ付けない強さでしょうね、あれは。というのが感じられる、そんな動画を流れてきたのを見て、なるほどこいつはすげえなというのが最初のきっかけだったように思います。長いきっかけで話になったな、おい。まあその後歌にも注目し始めて、最初に一番引っかかったのがゴーストかな。2021年の4月に公開された楽曲で、作詞が星街すいせいさん本人がされているということで、なかなか本人の思いを伝えるような楽曲で、一番のお気に入りだったんですけれども、まあ最近になってまたアルバム第2弾が出て、でその中で道連れっていう楽曲が、まあ、先日 The First Take でも歌われてましたが、まあ、非常にかっこいい楽曲で、今それが一番のお気に入りになりましたかね。そんなかっこいい曲を作られて、歌われている星街すいせいさんが、昨日はキュルルンという真逆の感じのエイプリルフールネタを突っ込んできたというところで、まあ非常に印象に残ったなという、まあそんな話で、まあ今後の活躍も期待してますよという雑な締めで、とりあえず終わりましょうか。また何かの折で魅力とかご紹介できればしてみたいところですかね。はい、じゃあ今日はこの辺で。お疲れ様でした。